ナラク、昨日のロードショー見たか？ああ、ギャング映画だろ。俺は家が家だけに、ああいうのはちょっと苦手でさ。その映画なら、私は見たぞ。へえ、聖志郎ちゃんがそういうのを見るなんて意外だね。どう？聖志郎ちゃんから見た映画の感想は、男子からすると最高にかっこいい映画だったんだけど。いやー、やっぱりガンアクションってのは憧れだね。特に美女が拳銃一つで飛び込んでいくシーンなんかたまんなかったな。一般人にはあれがかっこよく見えるのか。あれ、聖志郎ちゃんは違うの？私から見ればあれは勇敢というより無謀でしかないな。敵地への潜入はもっとスマートに行うべきだ。銃弾の数にだって限りはあるのだから、あのようにパンパン撃っていてはすぐに残弾も尽きるだろう。私ならまずは敵勢力の幹部を叩く。ああいった手合いは指揮官が一人いなくなるだけで戦力が大幅に下がるからな。それに敵も一発食らっただけで騒ぎすぎだ。あの程度の出血では死なないし、目標制圧のためにはもっと死に物狂いにならねばな。その後のヘリを落とすシーンもお笑いものだ。あの程度の高度ならわざわざミサイルなどを使わずともパイロットを直接狙撃することが可能だったはず。確かに映画として派手さが必要なのはわかるが。って長えよ、まだ喋る気か。ん？ガンアクションに憧れるというからリアリティのある話をしようと思ったのだが。いやー、さすが聖志郎ちゃんだね。ほら、シュースらちょっと引いてるじゃねえか。女子がいなくてよかったな。実戦ではもっと壮絶なやりとりがあるというのに。普通の生活してる人間にそこまでの刺激はいらねえんだよ。そういうものか。気分を変えて珍しくアクション映画なんて見たが、やはり私には合わないようだな。やはり普段見るなら動物ものが一番だ。お、それには同意見だぜ。だったらそっちの話をしようか。ほら、警察犬とそのパートナーがテロリストに挑む映画の。ああ、あれは犬が凛々しくもけなげで感動した。だが、テロリストの立てこもり方はいただけなかった。銃撃戦を行うにはあまりにも配置がずさんすぎて。そっちに話を戻すなよ。坊ちゃん、それでは先に失礼させてもらいやす。なあ、おやすみ。リュウ坊ちゃんはまだ眠らないんで、あまり遅くまで勉強されてはお体に触りやすぜ。大丈夫、そこそこで俺も寝るよ。そうっすか、じゃおやすみなせ。よし、もう一頑張りだ。イエーイ、盛り上がっていこうぜ。いきなりテンション高いな。お前まだ入ったばっかりだぞ。いいじゃんいいじゃん、今日は久しぶりに男子だけで遊びに来てるんだしさ、楽しく行こうぜ。女子がいる方が燃えるけど、やっぱ野郎祭りも気楽でいいよな。一条のバカが桐崎さんと付き合ったからこういう機会も減っちまったけどな。はいはい、どうせ俺が悪かったよ。だがこっちの気も知らねえで。いいじゃんいいじゃん、今日は楽の愚痴もたくさん聞いてやるからよ。いろいろ溜まってんだろ。おお、わかるかしゅ、さすがは親友だぜ。その代わり今日は全部楽のおごりな。あ、長いようで短い付き合いだったな。やだな、ジョークだって。ほら、楽の激うま演歌が聞きたいな。ったく、調子のいいやつだぜ。歌う前にトイレ行ってくっから先始めててくれ。ついでに飲み物も取ってくるからよ。よろしく。はあ、すっ
きりした。あとは飲み物を取りに行って。ん？つぐみ、なんだお前もカラオケか。奇遇だな。ちょっとこっちに来い。おい、なんだよ、押すなって。なんで貴様がここにいるんだ。それは俺も高校生だからな。たまには男連中と一緒にカラオケくらい来るさ。やはり高校生というのはみんなカラオケで遊ぶものなんだな。ちなみに何人で来てるんだ。今日は4人だな。シュウもいるぜ。あの男もいるのか。奴には絶対に知られるわけには。けど意外だぜ、つぐみもカラオケとか来るんだな。ああ。で、ちとけは？あいつもトイレか？お嬢は、いない。は？ここには私、一人で来た。あ、そう。つぐみが一人カラオケ。一人カラオケって、よほどストレスが溜まってるか、歌が好きかなんだけど、お前の場合どっちなんだ？私の場合、どちらかというと予習だ。予習？私もクラスの皆さんからカラオケに誘われていてな。来週、女性陣みんなで行く約束をしたんだ。だが、あいにく私はカラオケというものをよく知らない。それで敵情視察というか、まずはカラオケに慣れておこうと思ってな。変なところで真面目だよな、お前って。そんなの当日誰かにやり方を聞けばいいじゃねえか。つうか、ちとげあたり連れてくりゃきっと喜んで教えてくれるぜ。お嬢は今日ボスの付き添いでパーティーに行かれている。今日を逃せば予習する日はなかったから一人で来たのだ。ああ、そう。ところで、この大きなリモコンはどう操作するんだ。勇気を出して店に入ったはいいが、機械の使い方がさっぱりわからなくて。そこからかよ。仕方ねえな、ちょっと貸してみ。あ、どうしたんだ。やり方を見せてやろうと思っただけなんだけど。いや、すまない、急に隣に座ってきたから。へいへい、俺に教わるのは釈然としねえだろうけど、我慢しろ。そういうことじゃないんだが。とりあえず適当に曲を入れるぞ。まずはこうして歌手名か曲名を入力して。なかなか手際がいいな。で、検索結果から歌いたい曲を選んで送信と。あ、この曲なら知っているぞ。お嬢がよく歌っているからな。ならちょうどいいな。ちょっと歌ってみろよ。え？いや、でも。いいからいいから、ほれマイクのスイッチ入れてみ。スイッチを入れて。うわぁ、なんだ、耳がキュッとするぞ。こら、マイクをスピーカーに向けるな。頭に響くだろうが。はあ、なあ、やめろ。こうも貴様を苦しめられるとは。思った以上に強力な攻撃だな、これは。自分へのダメージもなかなか大きいが。だったらやるんじゃねえよ、バカ。バカとはなんだ、バカとは。こうしてやる。あー、やめろ。ハウリングで遊びやがって、曲が終わっちまったじゃねえか。だが大体の操作は分かったぞ。これでも私一人でもなんとかなるだろう。本当かよ。それじゃあ曲を入れて歌うところまで見ててやるよ。つぐみの歌も聞いてみてえしな。
貴様は私の保護者か？もう十分だと言ったろ。わざわざ貴様の前で歌ったりするものか。へえ、なんだよ、もしかして恥ずかしいのか？うるさい。私だって誰かに歌を聞かれるのは初めてなんだ。緊張するに決まっているだろう。ちゃんと練習して上手くなるまでは誰にも聞かせたくない。カラオケなんて楽しければ下手でもいいんだぞ。いいからもう出て行け。友達を待たせているんじゃないのか？あ、そうだった、飲み物を持ってかねえとな。そんじゃあお前もカラオケを楽しめよ。ああ、一応助かった。別に貴様がいなくてもなんとかなったとは思うが。だがいいか、今日のことは他言無用だぞ。へいへい、わかりましたよっと。絶対だからな。なあ、うるせえ、わかったよもう。今日は日曜日か。特に用事もねえし、何して過ごそうかな。気づけば部屋に荷物がいっぱいだな。いらんものがあるなら誰かにくれてやれば良いではないか。お？こんなもん渡して喜ぶもんかね。大事なのは気持ちじゃ、それと誰から送られたかじゃ。偉そうなこと言うじゃねえか。わらわは偉いからの。それで誰にあげるのじゃ。そうだな、そうだな、つぐみに渡したいかな。ふむ、あの男装娘か、良いのではないかの。この辺りのどれかを渡すと良いと思うぞ。どれどれ。本当に大丈夫かね。一条楽、お嬢なら今日はいないぞ。いや、ちとげじゃなくてお前に用があってさ。私に？何の用だ？不らちなことであれば。ちげえよ、なんでそこで不らちなこととか出てくんだよ。日頃世話になってからこれを渡そうと思ってな。これは私がもらってもいいのか？ああ、もちろん、そのために持ってきたんだからさ。そんじゃ俺帰るから。ちょっと待って、一条楽、貴様はその今日は暇か？なあ、暇だけど。ちょうど買い付けた茶葉があるんだ、飲んでいかないか？そっか、じゃあせっかくだし一杯だけ。日曜日、つぐみと楽しく過ごせたな。おいつぐみ、今日は俺とお前が日直だぞ、忘れるな。日直か、その辺のシステムが未だによくわからんのだが、日直とは何をすればいいのだ？私めが答えて死んじゃよう。日直とは、まあ簡単に言えば、今日一日楽のそばにずっといなくちゃいけないってことさ。何？私が一条楽と？それはそのあの…なんて嘘。それが貴様の最後の言葉でいいか。何やってんだか。